はい、東京ビットコインニュースです。今日は6月18日火曜日、東京からお送りしています。 BTC の値段が9253ドル、 SV が222ドル、ビットコインキャッシュが425ドルになってます。今日はですね、昨日ホリエモンチャンネル見てたら、彼がですね、ビットコインのことについてと、あとFacebook のグローバルコインというかリブレーコインと、あと T ポイントについてね、ちょっと話したんで、そこについてちょっとお話ししようと思います。早速ですがね、そこの部分についてちょっとご覧ください。面白い、うん、俺さ、今またビットコインって値上がりしてきていて、うん、まあ、1万近くになってきてるじゃないですか、うん、まあ、そう、現実100万です、100万近く対現実通貨レートでですね、どうです、またビットコインってかなり戻ってくると思います？わかんない。だからそのね、うん、対現実通貨レートで考えることに僕はあんまり意味がないと思っていて、うんうん、どういう意味ですか？で、どういう意味って、あ、そうか、別のペックしないってことですね、連動しないとか、要は、うん、それで見てる限り、うん、単純にその投機的な見方じゃないですか、それって、はい、うん、だから仮想通貨でその経済圏ができないとあんまり意味がなくて、うんうん、つまり仮想通貨でもう生きていけますみたいな時代が来るか来ないかの方が大事であって、うん、はい、対現実通貨レートでその現実通貨というか、まあ、普通の円とかドルとかとのレートを一喜一憂してる分にはあんまり、まあ、本格的に普及したとは言えないというか、その意味で仮想通貨が普及する大きいきっかけになりうるんですかね、グローバル、まあ、なりうるかもしれないけど、これ本当なのかなっていう、本当にできんのみたいな、あ、できるかってことですね、うん、こういうのさ、うん、できるできるって言ってできないじゃん、あ、アマゾンがやるんじゃないかとかいろいろ言われてたけど、できなかったでしょ、うん、取り込もうとしてることは確かみたいですね、いろんな動きが、うん、ただやっぱりすごいね、まあ、アメリカの会社だから分かんないけど、でっかい会社ってこういうのリスク取らないですからね。あ、やらないですか。僕はもう4年5年ぐらい前に俺ツタヤに行って、増田さんにCCC のですね、 T ポイントコインやりませんかって言いましたかね、はい、ああ、ダメでした、剣もホロロでした。いや、剣もホロロじゃないんだけど、うん、その石田君って僕の友達がその CTO やっていて、なんか実験はしてくれてた、あ、中でそのブロックチェーンに T ポイント乗っけるみたいな、なんか研究はしてたみたいですけど、まあ結局実装されなかったんで、もうあの時でも実装されてたらすごいことになってると思いますけど、すでに当時で 4,5 年前で3兆円ぐらい流通総額あったんですよ。で、当時のビットコインの時価総額が1兆円ぐらいだったんですよ。1兆円いってなかったかもしれないな。今やったら世界最大の暗号通貨になりますよって言って、すげえプッシュしたんですけどね、ダメでしたか、うん、で言ってたらすごいことになってたと思います。 T ポイント持ってる人たちが30兆円とかのマーケットキャップになってたかもしれないんで、そこネックになったのはやっぱりセキュリティ対策なんですか？違うでしょう。違う。多分保守的なだけでしょ。保守的なだけ。あ、そう。まあだけ。はい、というわけでね、まあさすがホリエモンね、鋭いですよね。で、最初に言ってたのはその、まあ、ビットコインの BTC の値段が昨日ちょっと日本円建てで100万円をちょっとだけこう突破したんで、SNS でもね、ツイッターでもこうわーいっていう風にこうみんながこう値段のことをまあわーって話してたんですけれども、さすがに彼は、要するにその、まあ、現実通貨っていう言葉使ってましたけど、要するに法定通貨っていうかフィアットですよね。フィアットの値段がいくらになったっていうこと自体はあんま関係ないと。それよりもやっぱりそのビットコインでの経済圏がね、その発展していかないと意味がないですよっていうふうにね、さすがホリエモン、うん、ちょっとね、僕はちょっとチラッとだけしか会ったことないですけど。で、あともう一つはその、Facebook のグローバルコインというかリブレについてで、まあこれもその本当にできるのかなっていうふうにね言ってて、まあ僕もねちょっとあんま詳しく見てないんですけど、まあステーブルコインで、まあ、プライベートブロックチェーンっていう、まあ、ことなわけでしょうけども、まあ、やっぱりその世界に展開するとかっていうと規制対応とか、まあ、運用の、まあ、規制対応のコストとかね、いや、やっぱりすごいかかるし、まあ、時間もお金もかかるけど時間もかかんじゃないかなと、まあ、技術的にはね簡単にできるんでしょうけどじゃないかなっていうふうに、
まあ思うわけです。でそれをすぐにねできんのかなっていう、そこはねやっぱねさすが鋭いです。あとはまあ、T ポイントカード、まあ、最近ねなんかあんまり T ポイントカード、 T ポイントはってコンビニとかでも聞かれないんですけど、まああれもその日本最大のポイントシステムなわけで、でまあ当然ながらブロックチェーンテックをね考えてもいいと思うんですけれども、まあ 4,5 年前の当時はやっぱりその保守的すぎてまだやってなやってできなかったということでね、そろそろ T ポイントさんもビットコイン SV のね可能性にね気づいてほしいなっていうふうに思うんでね、まあちょっと機会あったらね、営業していきたいと思います。はい、というわけでまあやっぱうちらは地道にそのユースケースをねまあその表のね値段に、まあ関わらずユースケース、まあ、使えてなんぼなわけで、まあ、それをその、拡大していくということで、ブロックサイズは、の利用率については、今ここね、赤で、黄色が、BTC。で、ブロックサイズについても、まあ、順調に上がってますし、あとトランザクションですね。トランザクションも、その赤が、緑がね、ビットコインキャッシュだから、もうビットコインキャッシュを追い越して、次は、BTC だ、このメモリを見るとね、この上昇率だとあと 1,2 ヶ月以内で BTC にね追いつく公算が非常に高いというふうに、まあ、思うわけです。で今のところ筆頭はそのペースケさんも言ってるようにそのウェザー SV で今世界2000、箇所の気象データが 1時間に1回その、まあ、記録チェーンに記録されているんですけれども、まあ、それ以外にマネーボタンとかね、まあ、新しいこういろんなアプリがね今出てきて、まあ、これなんかはねオーディオ、そのこれはですねコンテンツそのものはその、チェーンに記録しないんですけど、このマネーボタンを使って、アップロードして、あとはその買うときにこうやるとそのこうやってね2セントで買うということができると、まあこういうことになってますんでね、うん、面白いアプリが使えるアプリがね、たくさん出てくるとどんどん利用率も上がって経済圏が広くなっていくと。ということで今日はまあ、ユースケースについて、まあ、経済圏の広がりについて、が最も重要だということについてお話ししました。以上、東京ビットコインニュースです。